はい、ここからは近藤雄城さんの五色を、お届けしたいと思います。模様がいいとこです。サイズが17センチお願いします。はい、まあこちらの五色ですけど、まあ、あの模様が本当にいい五色です。あの黒の方がですね、まだ若干、進んできているような状況なんですけど、まあ、模様がいいんで、品評会でも目立ってくれるのかなと思って出しました。はい、それでは横の方もお願いします。だいぶ出てきてるところですね。そうですね。はい、巻きがしっかりある鯉なので、水槽飼育なんかでもいいかもしれないですね。はい、はい、いかがでしょうか。はい、こちら、近藤雄城城さんの五色で、サイズの方が17センチ。はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。